皆さん、こんにちは。サッカー日本代表として活躍していたにもかかわらず、突如招集されなかったりベンチを温めることになってしまった選手は少なくありません。理由は様々ありますが、中には監督との確執によって出場機会が少なくなった選手もいるようです。今回は干されてしまったサッカー日本代表選手4人について紹介します。1人目はラモス・ルイ選手です。ブラジル出身で19歳の時に読売サッカークラブでプレーしていました。その後帰化して日本代表として活躍していた選手です。1992年に日本代表にとって初めての外国人監督となるオランダ人のハンス・オフト氏を招聘しました。本格的なチーム強化に取り組む中で最も注目されたのはエースナンバー10を背負う司令塔のラモス・ルイ選手とオフト監督の微妙な関係でした。オフト監督は欧州スタイルのサッカーを構築するため徹底した規律を求めてアイコンタクト、スモールフィールドなど基本を重視しました。これに南米スタイルを貫いてきたラモス選手は猛反発。自身の感性を生かした華麗なスルーパスやテクニックで攻撃陣を牽引しており、指揮官の方針に不満をくすぶらせていました。指揮官と司令塔の関係が改善されないまま本格始動したオフトジャパンはエースフォワード三浦和義選手と司令塔のラモス選手が大車輪の活躍を見せてゴールを量産。チームも躍進し、米国ワールドカップ出場に向けて機運も高まっていたのですが、ラモス選手の不満は収まりませんでした。メディアを通じて指揮官を痛烈批判すると、実力を評価していたオフト監督もチームの規律を守れていないと発言、不満分子として代表外しを示唆していました。この状況を危惧したのはキャプテンの柱谷哲司選手。闘将と呼ばれるように激しいプレースタイルでチームを牽引する一方、非常に細かな気遣いも見せ、悩んでいる選手に声をかけて相談に乗り、逆にイレブンに不満が充満していれば首脳陣に意見することも厭わないなど、日本が勝利するために必要な手段を講じ、強烈な個性でリーダーシップを発揮していました。柱谷選手は、日本代表が今後も勝ち続けるためには絶対的な技量を持つラモスの力は欠かせない、そこでキャプテンとして2人の関係改善に乗り出しました。ラモス選手は後に、鉄からオフト監督の言うことが聞けないなら代表から出て行ってくれと言われた。怖かったよ。でも僕のことを真剣に考えてくれて、チームに必要だしサポートするって、それで少し考え直したんですよ。僕の恩人ですよ。柱谷哲司はすごい、本当にそう思う、と振り返っています。指揮官と司令塔のわだかまりが消えたオフトジャパンは快進撃し、米国ワールドカップアジア一次予選を突破。1993年10月に行われた同ワールドカップアジア最終予選はドーハの悲劇と呼ばれるように、ワールドカップ初出場にあと一歩のところまで迫りました。2人目は三浦和義選手です。カズの愛称で日本国民に知られている、日本サッカー界を牽引してきた日本の顔と言うべき存在です。日本にとって悲願のワールドカップ初出場になった1998年のフランス大会で、日本サッカー史に残る事件が起こったのでした。岡田監督が行ったワールドカップのメンバー選考で三浦選手の落選が発表されたのです。ワールドカップ予選で貢献しただけに、この落選には日本中に衝撃が走りました。この舞台を切望していた三浦選手が落選した発表はマスコミで大きく報じられました。三浦選手は髪を金髪に染め上げて、会見では日本代表としての誇り、魂みたいなものは向こうに置いてきたとコメント。まさに日本サッカー史に残る事件でした。岡田監督との確執は以前からあったようです。岡田監督が日本代表のコーチ時代に合宿所のお風呂で岡田監督の後頭部を蹴る暴行をしたこともあったようです。またジョホールバルでのイランとのフランスワールドカップアジア第3代表決定戦での予定外の交代は、試合前のミーティングでのフリーキックは中田もしくは七海が蹴ることとの岡田監督の指示を無視して三浦選手自らが蹴ったことが原因です。岡田監督は後に次のように語っています。チームが勝つために徹底的にシミュレーションしていく中で、
一番出てくる回数が少なかったのがカズと北沢でした。負けている時は高さのあるロペスや運動量のあるゴンを出す。勝っている時は若くて追い回せる選手がいい。だからカズと北沢という選択肢が僕の中には出てこなかった。そんな三浦選手は2022年現在55歳で JFL 鈴鹿ポイントゲッターズに所属しています。今後の活躍にも期待していきたいですね。3人目は中村俊輔選手です。日本代表のフリーキックといえば彼の名前が浮かぶと思います。左足から繰り出されるフリーキックでゴールを量産してきました。本田圭佑選手は後にも先にも俊さんよりフリーキックがうまいと思ったことは一度もないと述べています。1998年に A 代表の初招集、1999年のシドニーオリンピック予選から出場し、2000年にはアジアカップでベストイレブンに選出されます。また J リーグの2000年のシーズンは22歳で J リーグ最優秀選手賞、日本年間最優秀選手賞を受賞しました。 J リーグ最優秀選手賞受賞者の中では最年少でした。そんな中村俊輔選手、2002年 FIFA ワールドカップ日本代表への招集が期待されていたのですが、5月代表合宿で痛めていた足首の怪我が長引いたことや、当時の日本代表監督であったトルシエ監督の選考基準に合致しなかったことなどで落選しました。中村選手が外れたもう一つの理由は、戦力としてというよりチームのまとめ役として峠を越えたベテラン選手をメンバー入りさせたこともあるようです。秋田豊選手と中山雅史選手です。ただその後2006年2010年のワールドカップでは司令塔として活躍し、2022年10月17日各メディアにおいて今季限りで現役を引退することが報じられました。最後は本田圭佑選手です。孤高の俺流ストライカーにふさわしい人物。イタリアの名門クラブ AC ミランなどで活躍したことのある彼は、世界レベルの精度の高い左足のキックで決定機を作り出すことに長けていました。本田選手は2016年ワールドカップアジア最終予選の前半まではハリルホジッチ監督に重宝されたのですが、2017年に入ると先発を外れることが多くなり、本大会出場を決めた後の親善試合には招集すらされませんでした。そんな中、サッカーファンやメディアの間から本田不要論が噴出しました。本田選手はこれを受けてツイッターにて、サッカーファンの皆さん、メディアの皆さん、もう代表に必要ないとか、他にも厳しい声をありがとうございます、良い感じで舞台は整ってると思ってますと批判に対して感謝を述べました。2017年9月28日負傷や国内組で編成された試合を除いて、代表とクラブでの不振を理由に2009年以来となる8年半ぶりに代表メンバーから外れました。そもそも縦に速いサッカーというハリルホジッチ監督の理想と本田選手のプレースタイルは本来相性がよくありませんでした。本田選手は次のように述べています。もともと得意なプレーじゃないですよね。でも監督はチームとして取り組んでいきたい戦術なんですよね。もちろん意図はわかるし、それが結果怖さになるというイメージも裏への飛び出しだと思うんですけど、大事なのはやはり絵の描き方、大事なのは本数より質なので、特に僕みたいにそういうのを得意としてない選手は質が何より大事になると話していました。いかがだったでしょうか。今回は監督に干されてしまったサッカー日本代表選手4人について紹介してきました。4人とも当時の監督なりの理由があっての落選だったと思います。この先も日本サッカー界の発展のために難しい決断もあることでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。